いつもとはちょっぴり違う夢屋のよさこい。最後まで存分にお楽しみあれ。それでは参ります。夢屋前組2024土佐残部、いざ。一段落、ついに新作を2つ披露。まずは軽やかなリズムに合わせてお届けいたします。夢屋の真骨頂、まずはゆるりとご覧あれ。一つ出たわいのよさこいのほいほい、一人娘とするときにゃほいほい、次回作に続く。さあ、ありがとうございました。はっはっ、ありがとうございました。じゃあ